鴨目友学園女子中学校、高等学校は、東京都世田谷区宮坂一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校。東京府立第一高等女学校同窓会である、鴨目友会によって1935年に創立された。初代校長は、 東京府立第一高等女学校中高の祖である市川玄造である。その市川と共に学園の基礎を築いたのが市川の愛弟子であった石川静である。校訓である慈愛と誠実と創造をもとにした教育を行っている。授業の特徴として聖書、演芸、ダンスが挙げられる。各学年は学年職を有し様々な場面で使われている。 1996年度中学入学生までは、コンジャージの側章が学年色のラインであった。その後の改定を経て、現在もジャージの名前刺繍部分が学年色である。運動会は学年大抗で行われるため、おののの学年色への愛着が深まる良い機会となっており、年間を通して最も盛り上がる行事である。特に鳥を飾る、ムカデリレイは圧巻である。 姉妹学年ごとに伝統のカモメトモ音頭を踊る。カモメトモ学園ではクラブ活動を班活動と呼ぶ。班には運動班と学芸班があり、それぞれ一つまで参加できる。進む学校なりに部活動は盛んである。同好会プロフェッサービジットとは国立大学13校の教員が全国各地の高校を訪れ最先端の研究成果や 大学での学びの楽しさを伝える企画である。千葉大学大学院理学研究院の石原庵の准教授によるタイトルニュートリノで見る新宇宙についての出張講義が2018年12月14日に開催された。ありがとうございます。